はい、竹内です。おはようございます。ということで、えー、5月の朝ですね、月金アップしております。3分で馬券に直結する動画。もうちょっとで折り返しが見えてくるようなね、感じになりましたけれども、えー、テーマは、今回のテーマ、西村調教師、西村旧社の狙い目となります。はい。 半路もウッドもですね、狙い目があるというところが特徴ですかね。多くの旧舎がですね、まあ半路なら半路、ウッドならウッドっていうところに、あの、勝負調教の成績偏るんですけど、西村旧舎はですね、あの、非常にバランスが良く、うん。 どちらにもね、勝負するケースがあるということでね、本当にもう西村なんですけど、東村も兼ねていると。はい。両方偏ってないぞっていうね、そんな、あの、感じなんですけど、狙う調教のおすすめとしてはこれですね。まず、ウッドデゴハロンが66秒台以下、割と早い時計ですね。 うん。で、合わせ先着か単走まあ、バシッとやっている感じ。勝率が20.3%、単価値177%ということで。私も大好きなパターンなのでね、毎週末ワクワクしながらチェックしているというケースになります。で、そっちがウッドなんですけど、反路に関してはですね、反路で54秒台以下。まあ、そこそこのところから早いところ。で、えっ、ー、と、そのラップですね。しまいにハロン、1ハロン、12秒台にまとめた加速ラップですね。はい。加速ラップの形の場合か、 まあ、姉妹のみ12秒台の加速ラップ。まあ、大体この場合ね、13.0秒、12.4とか、そういう感じですわ。そのギリギリですね。13.1とかね。そのケース、勝率が12.4%、単回数102%ということで、まあ10、102%しかありませんけどね、相手が絞れるならこれ頭でいいですし、あと、まあ、ウッドの方に関してはもう、 結構ゴリゴリね、頭で買って、頭から、あの、まあ、相手も幅広く狙って、みたいな、そんな形がしやすいですので、えー、ま、西村旧社は東村旧社かもしれないと、えー、どっちもバランスいいですよっていうところを、あの、覚えていただければ、馬券収支に影響してくるんじゃないのかなと思います。 そんなわけで3分で馬券に直結する動画をお届けいたしました。このチャンネル、竹チューブと書いて竹つべですね。競馬盆著者の私、竹内がお届けしているチャンネルです。対策動画、重症対策動画であったり、重症の追い切り判定動画、週末は11ベッド予想というね、そんなような流れがあったりしつつも、馬券ネタをアップしたり、競馬ソフトターゲットの使い方のね、えー、まあ,あの、マニュアル的なね、そんなようなものも過去にアップしてきております。まあ,あの、いろんなね、競馬ファンの方が見ていただけるチャンネルだと思いますので、 これからもよろしくお願いいたしますぜひねチャンネル登録高評価なんかしていただけたら嬉しいですということで、えー、竹内でしたバイバイ